ミケミケは19、1919年に、イタリアのトレビー造建サンベンデミアーノで、フェルディナンド・ミシュランによって1919 19年に、創業した自転車のパーツブランドであり、2021年現在も、イタリアでの生産を行う数少ない、コンポーネントメーカーである。創業当時は、ミシュランとして、クランクや、チェーンリング、ヘッドパーツなどの製造を行っていた。 ミシーは一部の層においての愛称、ミッチェと呼ばれることもある。日本では、グループセットとして、変速機などすべてが揃うカンパニオーロやシマノなどに、押されていることや、輸入代理店の取り扱いの兼ね合いもあり、ロードレーサーや MTB のグループセットはあまり、イメージがないが、ロードレースのプロコンチネンタルチームに供給されおり、高い性能を発揮している。なお一部パーツにおいては、 NJS 企画審査を通過し2021年10月、開業予定の千葉 JPF ドームにて使用される、カーボン製競輪用トラックレーサーへの使用や、ガールズ競輪の降輪などで使用が認められている、輸入代理店は、京都に本社を構える、株式会社祝い商会が取り扱っている。変速機パワーメータークランククランク。 ハイスティフネスリンクギアマウントシステムという独自の技術で一見してみると4点のボルト止めに見えるがクランクアームに1箇所クランクアーム性反対方面のチェーンリングでもう1箇所固定されており6点止めとなっているこれによりギアの重要なネージ入れ部分に追加のアタッチメントポイントを配置することでより高い合成とシフト精度を実現しているありがとうございます